こんばんは。こんばんは。あれ、こんばんは、こんにちは。どっちだ。こんばんは、こんにちは。どっちだろう。ヤッホー。<laughs> やっほうごめんねちょっと急に入っちゃいました急に入っちゃったヤーギフトありがとうこんばんは。 ねえみんな,なんか気づく <laughs> あんま気づかないよねみんな気づかないですかみんな何か気づかないですかリオのこと分かりにくいかもだけど気づいてない気づいてないですか ついてないりゅうつん今日もかわいやった アピールアピールアピール <laughs> 気づいてないですかそうです髪の毛を巻いておりますえ気づかなかったちょっと巻き緩いけど緩巻きだけど 気づかない <laughs> 巻き髪です巻き巻き 今日,は今日はねさっきお仕事でそうお仕事だったんですけどお仕事でからある撮影があってからでりお研究生は巻いたりしたらダメなんですよ。巻くのもダメだし こうアレンジするのもダメだしおろしこうそちらの時もストレートおろしストレートおろしで公演の時だけそのツインとかポニーとかハーフアップがいいけど巻,巻くのは初めてだしあのアレンジも緊急車はダメなので。だけど もう昇格ししたじゃんんてなないんですよ <laughs> なんかさ結構さもう昇格したって思ってる人いる,いるんですけどまだしてないんですよそうなんですよ <laughs> そうだよみんなさもう昇格昇格おめでとうとかさあのあの 昇格してると思ってるじゃないですか。まだしてないですよ、昇格。昇格が、あ、1万人達成で昇格が決まっただけで、まだ今、リオは研究生なんですよ。そう、まだリオは研究生だから、正式には昇格はしてないんですよ。昇格は、昇格することは決まったけど、まだ昇格はしてない。まだ研究生のままです、今。 あスミッション完了ありがとう梨央先生にお褒めの言葉もらいに行きます <laughs> お楽しみに公演で巻き髪は NG なんだっけ NG ですよ研究生は全て NG ですアレンジも巻き髪もしたことないよそうだから昇格ができることが決まっただけでまだ昇格はしてなくて今リオ,リオたち2.5はみんな研究生なんですよ今まだ 今現在研究生のままでそのいつから昇格するのかもまだ決まってないそうですね さんありがとうございます中学3年生15歳のリオツのこと岡村リオですぜフォローしてくださいだから髪型に髪型だけじゃなくてその服装とかもそうだけど服装とかもあのなんていうのお話し会とかでもまだリオは研究生だからコスプレもダメだしこうミニスカとかもダメだしダメなんですよ ファ, <laughs> ファンレターたたななかかっよファンレター届いてるの全部読んでるありがとうみんな送ってくれて <laughs> そうなんですちょっとねややこしいんですけどそう昇格が決まっただけでまだね昇格はしてないんですよどどかな いかあた来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 たよこれ来たよこれ <laughs> 来たよそう今日はでもダメなんですけど今日はマキマキしてもらいました初めて !STU のお仕事で初めて <laughs> 初めて あの髪型解禁髪型解禁ということでその撮影があったから解禁です自分で巻いたのううん髪のあのメイクさんがやってくれましたよもちろんだって撮影があったって言ったじゃん撮影があったからさっき ついにコスプレ解禁ですか昇格したらね当分はまだ <laughs> あれみんなにみんなにさ伝わってないのかな <laughs> ちょっとみんな伝わってないちょっとリオの説明が下手ですかねまだリオは研究生だから昇格しないとコスプレもダメなんですよだからコスプレもまだダメなんですよ伝える そう。巻紙。昇格してるじゃん。してないんですよ。<laughs> うん。してないですよ、まだ。昇格が。その一。一 <laughs> 万人達成で。 昇格は決定したけどまだ <laughs> 昇格はしてないんですよまだ研究生ですからあ、ほらありがとう ごめんねちょっとリオの説明が下手くそなのでうまく伝わらないかもしれないですね。そう 今何時今何時か分かりますかあ六6時8分ありがとう教えてくれて。 6時半ぐらいまでやりますねごめんね。<laughs> とふんすいません <laughs> いや何もないです何もないです何もない何もないふん <laughs> 何もないですよ <laughs> ごめんねみんなそうちょっと強い <laughs> 強い言い方してしまった <laughs> 反抗期利用がって,てしまったちょっと受験も受験もあって受験もあってねちょっと忙しくて。 気,気が張り詰めてた <laughs> 気が張り詰めてたからちょっと強く言っちゃった <laughs> ごめん強い <laughs> 言い方してしまったかもしれないさっき。 <laughs> いや気にしないでください気 <laughs> にしないで気にしないで何もない何もないですちょっと分からん <laughs> ちょっと自分が自分がわかりません自分がわからない 花粉症で涙が出ました。そう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 。<laughs> 花粉症ですね、これは。花粉症です。これは花粉症です。これは花粉症です。花粉症で涙が出ました。 で分かってくれんのみたいな。ちょっと気持ち悪てしまいました。気にしないでね。<laughs> 気にしないでください。 明日さ、公園があるんだよね。公園があるから。えっ。一力さん、待つ。台湾祈りさん、頑張ってさ。ああ、ありがとう。えー。ありがとうございます。台湾祈りさん。嬉しい。 嬉しい頑張ったは嬉しいありがとうまたお礼させてください嬉しいありがとう頑張ったってありがとう <laughs> ありがとうございました明日はスタジオ公演があってみちさんの生誕祭なんですけど あのスタジオの生誕祭であのあのみち <laughs> さんと多分公演公演に出るのはもう多分最後になるのでみちさん。 一さんとコウを練るの最後になると思うので頑張ります皆さんお楽しみにしててください <laughs> お楽しみにしててくださいね皆さん ありがとうありがとう確かにスタジオ公演も久しぶりだしそうみちさんと公演出れるのも多分最後になるのでしっかりとみちさんから吸収したいなと思います近くでそうしかも明日は和光下マトホール和光下マトホールであるので ミシさんと写真撮れたらいいなミシ <laughs> さんと写真撮りたいようちゃん自分褒めていいんだからねありがとうちょっと受験とかもあったりお仕事も忙しくてそうだから ちょっと気が気が張り詰めてて <laughs> 気が張り詰めててごめんねあ席の場所出たうん席の場所出たんだね確かに2 0 2十 最初のスタジオじゃん確かに今思ったらそうだね最初のスタジオですねそれ確かに席は後ろだけど応援しますありがとう嬉しいあほらありがとうめっちゃ後ろですがしていきます嬉しいありがとう ありがとうギフト押してくありがとう嬉しい嬉しいです ありがとう,そう今日もねちょっとこのあと練習しなきゃいけないから明日のそう明日,明日の練習をしなきゃいけないので頑張ります。頑張る メガネスーショット決済した。ありがとう。嬉しいよ。そっか。決済ミッション今日までか。皆さん、お話し会の第12再犯の決済ミッションが今日までなので、今日中か。今日中なので、ぜひ、お忘れのないようによろしくお願いします。あの、第12再犯で、リオのお話しけ申し込んでくれて、当選して、 当選ししたよって方は決済ミッションお願いします忘れちゃうとリオとねお話ができなくなっちゃうのと3月23日の2時間目がありがたいことに完売になっているんですがそこが完売もなしになる可能性もあるので必ず決済ミッションよろしくお願いします。お忘れずに 声がでかかったんだけどね写真集の発表さだよね今日のさ23時59分までにさ発表って書いてあったよねイベントページに。ドドドドキキキキだーどきどきだーやばいねドキドキなんだけど。 あ、初見さんありがとうございます中学3年生15歳のリアツンこと岡村リオですぜひフォローしてくださいそうリオも結果知らないですよリオも知らないわー知らないよ 忘れちゃうとリオも悲しいねそうなのペッサーミッション忘れちゃったらリオも泣いちゃうから <laughs> 必ずよろしく3月の生写真もしかんなえ嬉しいなんかさ3月の生写真のさサンプル出てたじゃないですかめっちゃリオンさちょっとぼやけてるからさそんなはっきりとは見えな,か見えないんですけど結構いい感じに撮れてる気がする今回今回も。 3月の生写真かわい <laughs> リオ可愛いオ央ちゃんかわいいあほらありがとう生写真の袴梨央使んかわいかったうれしいそう袴着ましたかわいい袴 あみんな25分になったら教えてください壇上を読みますあ今20分ありがとう教えてくれてひな祭りなんかするひな祭りって何日だっけ 3月3日だっけあれ、うんひな祭り3月3日 ?3 月3日ですか3月3日だよねお話会の日 うん。ああ <laughs> そっかひな祭りおだいさ様とおひな様 <laughs> ちょっと歌詞がわかんない「二人並んですましがおみたいな <laughs>「五輪林の末太鼓今日は楽しいひな祭り」 そっかちらしずし食べたいね食べたい食べたいんだけどそう3月3日お話し会のテーマはさあのお人形リオツン <laughs> お人形リオツんだけどお人形リオツン そっかちょうど同じ日なんかすごいねひな祭りとお話し会の日が一緒だなんてすごい通ーショット会の時はりおちゃんファンの方を立ってお迎えしてくれてるよねえあれってさいやなんかさえあれって何が正解なのか分かんなくてあのツーショットの時なんかりお最初らへんは こう座っててお出迎えしてたんですよでもなんか立った方がいいのかなと思って立ってお出迎えして一緒に座ってでこうバイバイする時も一緒に立つようにしてるんですけど最近はえなんかさ何がさえそう初めてだから生通しちゃったが初めてだったから今回でそうだからあの何が正解か分かんなくて だってさ他のメンバーのさそのツーショットしてる時を見る機会がさないからさ他のメンバーがどうしてるのかわかんないんだよねリオあほらありがとう。 立っておどめかうれしい。本当立って迎えてくれる方がうれしい。およかった。じゃあ、た立つね。<laughs> じゃあ、立ちます。今まで通り。立ってお迎えします。<laughs> 立ってお迎えしたいと思います。あ、25分ああ、壇を読みますね。13位、あやさん、ありがとうございます。12位、しゅうさん、ありがとうございます。 十一位レオターンさんありがとうございます。十位マサタカさんありがとうございます。九位奥さんありがとうございます。八位ナポリーンさんありがとうございます。七位鈴鹿さんありがとうございます。六位米津さんありがとうございます。五位山本龍二さんありがとうございます。四位流れものさんありがとうございます。 三位ライリーさんありがとうございます。二位カープズキーシ君さんありがとうございます。そして一位はドゥルドゥルドゥルルルルルパン台湾のりさんありがとうございます。イェーイ。ありがとう頑張ったタワモありがとうございます。 それでは皆様ありがとうございましたあ初見さんありがとうございます中学3年生15歳のりおつんこと岡まリオです是非フォローしてください明日声いくありがとう嬉しいそれでは明日はあ今日も会わいいやった明日はあの 何だったっけ何を落とした明日はミチさんのあ明日はスタジオ公演ミチさん生誕祭がお昼にありますミチさんと公演に立てるのはおそらく最後だと思うのでしっかりと学んでいきたいと思います頑張ります配信もあると思うので絶対絶対見てください絶対もう 曲も曲も楽しみにしててください <laughs> 曲も楽しみにしててねしてくださいありがとうで明日はそのリオコースのミツさんの公演が明日ああ <laughs> リオが出るスタジオの公演が昼公演なんですけどリオ公演が終わった後にそのあとレッスンがあるんですよ <laughs> そうレッスンがあって夜までそう公演の後に夜遅くまでレッスンがあるからそうなので明日は朝配信になると思います もしかしたら車配信になっちゃうかもしれないですそうなんですなので朝配信をしたいと思いますであさってがお話し会話し会だから多分夜夜すると思いますえそうなんですよ卒業公演見れなくてレッスンがあるから。 うん。公演の後にレッスンがあります頑張るぞそれでは明日はスタジオ公演よろしくお願いします頑張りますこれから練習します頑張る頑張ります頑張りますそして 第12歳半、お話し帰る第12歳半の申し込んでくれて、あのー、当選してくれてる方は必ず決済ミッションをよろしくお願いします今日中なので忘れちゃうとリオも泣いてしまうので <laughs> 必,ず必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 ず決済ミッションよろしくお願いしますあっしさんありがとうございますぜひフォローしてくださいそれでは、バイツー バイバイまた明日